これやらないと大人になれないの？見て見て、なんかすごく派手な人がいるよ。うひょー、綺麗なお姉さん。あれは成人式だね。成人式って何？大人になったことをお祝いする行事だよ。日本だと18歳から20歳になった人が参加するんだ。ああ、ペキペキ星にも似たようなのあるよ。ああ、俺も早く成人式やりたいぜ。どうして？成人式をやれば大人の仲間入り、つまり大人のお姉さんと付き合えるかもしれないだろう。ああ、でも18歳にならないとね。でもルイならもっと早く成人式をする方法知ってるんだろ。世界にはあるけど日本では無理かな。世界にはあるんだな。ああ、でもかなりヤバいのがほとんどだよ。早く大人になれるんだったら構わないんだぜ。てなわけでペケッツ、ポテチ3つで頼む。あよー、すぐこうなるんだから。じゃあ大人の階段カメラ、このボタンをポチッと押せばいろんな成人式を見に行けちゃうんだった。うひょー、早速レッツゴーなんだぜ。ちょっと待った。ポチッとな。本当にある世界のヤバい成人式4000。ここはどこだ？どこだろう。ここはまさかバヌアツ共和国？爆発は？バヌアツ共和国、オーストラリアの東側にある国だよ。初めて聞く名前だぜ。見て見て、あそこに変なタワーがあるよ。ほんとだ。なんか人が立ってるぞ。あれはナゴールっていう成人式だね。ナゴール？ナゴールはバンジージャンプの起源にもなってるんだけど、30メートルくらいの高さから飛び降りる儀式なんだ。なんだって？じゃああそこにいる人は今から飛び降りるってことか？うん、自分の足に鶴をくくりつけて飛び降りるんだ。飛び降りることができれば子供を卒業して立派な大人として認められるみたいだよ。でもあれ危なくないか？そうだね、最悪の場合地面に激突して死んじゃうこともあるんだって。死んじゃうの？それはやばいね。これはちょっとできないな。次だ次。あよ、バヌアツ共和国の成人式は命がけのバンジージャンプ。ここの成人式はもう少し危なくないといいな。見て見て、あそこにすごい模様の人がいるよ。お、ほんとだ、かっこいい。あれはセピック族だ。セピック族？パプアニューギニアにあるセピック川の近くに住む民族だよ。へえ、それであの模様は何なんだ？あれはワニの鱗の模様だね。ワニさん、ワニさん。セピック族はワニを守り神として崇めていて、男の人は子供を卒業するときにワニの模様を竹やカミソリで体に掘るんだ。カミソリで？随分痛そうだな。うん、痛すぎて気絶するのは当たり前で、最悪の場合出血が多くて死んじゃうこともあるんだって。なんだって？どうしてそんなことするの？この儀式を乗り越えた男の人は一人前の大人として認められて、女の子からモテるらしいよ。モテるだと？じゃあ俺も大人のお姉さんにモテるために。あー、やっぱ無理だ、痛いのは無理。ペケツ、次の成人式プリーズ。あよ、セピック族の成人式は体にワニの鱗のような模様を彫る。ここのはもう少し簡単なのを頼む。ねえルイ、あそこに誰かいるよ。あれはブラジルのサテラマメ族だよ。どんな成人式をするんだ？サテラマメ族は猛毒のアリがたくさん入った袋に10分間両手を入れて耐えるという成人式をするんだよ。なんだって？刺し針アリっていう、刺されたら鉄砲で撃たれたような痛みが24時間続くという猛毒のアリに刺されるんだ。前にルイに教えてもらったやつだな。そんなことするなんておバカなの。ちなみに袋から手を出した後は10分間踊り続けなきゃいけないんだって。いやいやいや、痛みで踊るどころじゃないだろう。そうだね、しかもこの儀式20回以上やらないといけないんだ。20回以上？この成人式も俺にはできない。次だ次。はい、サテラマメ族の成人式は大量の猛毒アリに刺される。見て見て、牛さんがいっぱいいるよ。それにレディーもたくさん。ルイ、これはどんな成人式なんだ？これは多分エチオピアの少数民族バンナ族とハマル族の成人式、ブルジャンプだね。ブルジャンプ？男の人が裸で牛の背中を飛び回るんだ。なんだって？一列に並んだ牛の背中を 2,3 往復できたら一人前の大人として認められるんだって。なるほど。よし、これなら俺にもできそうだぜ。エチオピアの少数民族の成人式は真っ裸で牛の上を飛び回る。ゴーンジ、本当にやるの？当たり前だ、運動神経抜群の俺ならこんなのちょちょいのちょいなんだぜ。もうおバカなの。頑張れゴー。あ、せっかくだから記念に写真撮ってあげる。頼んだぜペケツ、かっこよく撮ってくれよな。で、あ、え、どうしたのペケツ。そしてここはなんで帰ってきてるの？あ、じゃあゴーの記念写真撮ろうと
ラー間違えてリセットボタン押しちゃった。変なタイミングで戻すなよ。え、変だよ。待って、これは違うんです。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけない。